はですね、棚田裕樹監督の新作ロマンスドールについてご案内したいと思います。ちょっと声があれなのは Perfume のライブに行ってきてガン泣きしたからです。はい。で、あらすじ。美人で気立てのいいその子に一目惚れをして結婚した鉄道が彼女にずっと隠し続けている仕事、それはラブドール職人としてドールを作っていること。平穏に過ぎてゆく日常の中、鉄夫は仕事にのめり込み、恋焦がれて結婚したはずのその子とは次第にセックスレスになっていた。いよいよ夫婦の危機かと思った時、その子はぽつりと胸の中に抱えていた秘密を打ち明けた。純愛と性愛とドールが交錯する大人のラブストーリーというわけでですね、棚田裕樹監督にまずお話をさせていただくと、私がたまに話題に出すこちらですね、不甲斐ない僕は空を見たという映画がですね、これが何年だっけ、2013年、結構前ですね、がすごく好きでですね、もうこの映画に出てくる久保田正孝くんのチョコレートのシーンというのがありまして、そこでもね、私の人間性の醜さというものを非常に露呈されてですね、心が病むんですけども、まずこれがあります。で、序をってお話をすると、まあ、この後にですね、四十九日のレシピとか、ロマンス、お父さんと伊藤さん、ちょっとお父さんと伊藤さんに関しては私題材が高齢系はちょっと苦手なのであんまり好きじゃないんですけども、まあ、コンスタントに作品を撮られて、これの前は100万円と苦虫女、俺たちの明日はないっすみたいな感じで、その苦虫女で、今日出らっしゃったおゆうさんと、こちらのですね、男性の方、高橋一生さんですね、はい、知ってますよ、人気の方なのは。ただ私ちょっとね、初めてちょっとお見受けしたので、はいすいません。で、ですね、まずこのロマンスドールの魅力ですね、どうなんだろう、そのさっき言ってたドール、ラブドールの説明はいらないですね。これ映画の中でその高橋一生さんの師匠にあたる相川さんというキャラクターがいて、工場長なんですけども、工場長じゃないのか、師匠か。で、その相川さん、鬼太郎さんが演じてらっしゃって、その方がちゃんとご説明してくださるのでいいかなと思うんですが、鬼太郎さん超良かったですね。酒の飲み方最高ですね。なんかね、この映画の魅力ですね。で、映画の魅力というか棚田裕樹監督作品の魅力っていうのは、非常に人間がですね、描かれ方が私は非常に正直で好きですね。なぜかというと、例えばですね、この夫婦が主人公としていますと、じゃあこの夫婦のため の持ち上げるキャラクターというか、その周りを固めるキャラクターみたいな人はいないんですね。なんでかっていうと、丹田裕樹監督の作品っていうのは一個人として描かれてるんですよ。例えばその師匠の鬼太郎さん、そしてその工場のパートのおばちゃん渡辺恵里さんとか、そのパートのね、同じ高橋一生さんに奥さんと最近どうなのよとか聞くおばちゃんにしてもそうだし、でピエール滝さんも、ピエール滝さんの役めっちゃいいですね。いろいろ私みたいに現実と虚構をごっちゃにして見がちな人にはですね、とんだご褒美が、ピエール滝さん見るだけでも1900円、まあ全然価値ある映画にはなってます。で、それぞれをですね、引き立たせるための何か役割をするのではなくて、人々の生活が垣間見えるんですよ、それぞれのキャラクターに。例えば相川さんは、なんか結婚してるのかしてないのかちょっと分かんないんだけども、なんか一人っぽい、でも過去が分かんないんだけど、そのラブドール作ってる。でもたまにポロポロ出す過去の話も、この高橋一生さんって人があんまり言及しないので、なんか今時の若者っぽくてですね、深入りしない感じなので、分からないことも結構あるんですけども、途中でお話しされるところでですね、さっきお酒の飲み方が最高って言ったところなんですけども、あ、相川さんってこういう人なんだ、こういう人生を歩んできたんだ、そしてあ、ちゃんと頑固さが遺伝してるよねとか、ハッとさせられて、それぞれのキャラクターに非常に愛着というかですね、真意な姿勢というのが見受けられるのが、私はこの棚田裕樹監督のが人を描く時の魅力かなと思います。で、あとそのこの夫婦が非常にですね、よく描かれてるんですけど、そのよくっていうのは
物語がちょっとこれですね、題材がそのラブドールっていうところと、まあ、この夫婦関係、まあ、いわゆるちょっとセックスっていう形なんですけども、この夫婦が非常によく描かれているっていうのは、あの虚構として描かれているのではなくて非常に人間として描かれている。でもこの映画としてはですね、感情移入はそんなにできない感じの2人なんですよね。なんでかというと、この2人の透明感がやばい、あの日の光が差すシーンとかめちゃくちゃいいですね。これからいいことが起きる予感に満ちている日の光が差すシーン、まあ、演出として考えると非常に、ね、恥ずかしくはあるんですけども、ただただこの2人を魅力的に撮っているため、そこがなんかプラスに感じるんですね。普通だったらね、もうあの恥ずかしいってなっちゃうんですけど、この2人に関しては許せちゃうっていう感じぐらい、もう蒼井優さんなんてもうあの結構いいご年齢だから、白髪が見えるぐらいですね、映してるっていうか、寄りのショットがすごく多くて、こう高橋一生さんっていう方、あの鼻のところにちょっと傷があるのか、それもすごく見えるし、ナレーションが入るんだけど、ちょっとナレーションがね、ちょっとあの高橋一生さんあんまり上手じゃないから、僕そこも恥ずかしい、うん、なんかねこの映画ちょっと恥ずかしいっていうか、ダサっていうところもちょいちょいあります。うん、もう ラストのセリフとか もめっちゃ恥ずかしいし、その前のガキどもとか本当にあのもうわざとらしいっていう感じで、もうこうもうダサってなるんですけど、それを超越してもこの魅力的なですね登場人物たち、そしてその核にいるこの2人の夫婦っていうのが非常にいいかなと思います。なんていうか、ストレスフルに見れる映画かなっていうことを思いますね。なんかあんまりツッコミどころとかが本当になくて、逆にありがてえって感じですね。さっき言ったピエール滝さん、これね本当に奇跡的ですよね。あの件の前にこの映画を撮ってたとしたら、単なる恐るべしっていう感じなんですけども、あと浜県も出てます、はい、あの酒ロックのですね、懐かしいというか、まあ、ぼちぼち見るんですけど、浜県がどんどん老けていくのを見ながら自分のカレーも味わうっていうちょっと切なさもありつつ、でしかも出番ちょっとしかないのにその役かいっていうね。で、私この映画ずっと見ながら考えてたことがあって、この夫婦っていうのはまず出会いはですね、この旦那さんの方がリアルなですねラブドールを作りたいからっていうことで、これ乳がんの方のためのあのおっぱいを作るんですよっていう、そのモデルをしてくださいってことで IUU に頼むんですけど、それが嘘で、実はそのラブドールを作るための型が欲しいからお願いするっていう映画なんですけども、映画っていうかそこが出会いなんですけども、なんだろうな、あの、まあ、そこからちょっとコミカルな感じで始まって、で急展開なんですね、いろんなことが。で急展開でさっとくっついてさっと結婚しちゃうので、本当にストレスなくですね、あの結構そこまでが長いよっていう映画あると思うんですけど、そこからはめっちゃ早いです。ただですね、そこからめっちゃ早いんですけども、結婚っていうのはやっぱりゴールじゃなくて生活ですよね。で生活っていうのはずっと同じことが続くんですけども、でもそれって本当に同じことかって言ったら、同じことじゃない日々の積み重ねが私は生活だと思うんですけども、それが1人じゃなくて2人になった時、しかもですね、この高橋一生さんと蒼井優、この2人じゃなきゃ描けなかったような生活というのが見れて、でしかもですね、この人の夫婦の生活って普段見ることないじゃないですか。まあ、外に見せる顔っていうのは見ることがあるかもしれないんですけども、生身の2人の生活ってなかなか見ることがないから、それが結構いいかなと思いました。あの食フード演出のシーンすごくいいかなと思うんですよね。どの料理一つとっても美味しいし、でその料理がどんどん錆びれていくところで2人の関係性っていうのを描いてるし、あと田中由紀恐ろしい怖ってなったところが1個あって、この2人の生活しているお家っていうのが、まあ結構舞台になるんですけども、そのキッチンにですね、あの測りが置いてあるんですよ。あの重量をこのメーターで測る測りね、あの料理に使うやつで、あれって料理をする普段から料理をする人は使わないと思うんですね。で蒼井はすごく料理上手の奥さんっていう描かれ方をするんですよ。まあ、ラブドールがある意味性の完全体としたら、まあ、蒼井もある意味奥さんというあの理想の完全体として描かれるんですけども、そんな蒼井優のキッチンに秤があると。でそれが意味するところって、あこの人はお菓子を作るんだなっていうのを想像するんですよね。なぜかっていうと、あのお菓子と普通の料理全然違って、お菓子って基本的にスイーツとかっていうのは材料の、あの量を間違ったらえらいことになるんですよ。
失敗するから、で私も料理は好きなんですけども、お菓子を作るときは必ずはかりを使うのですが、日常的に家事をする中ではかりって使いません。だからはかりは1個置いてあるだけで、あ、この奥さんお菓子作りが好きなんだなっていうのが分かるんですけど、それのアンサーがね、ちゃんとこの映画の中からで出てくるんで、めちゃくちゃさりげなくてえぐと思って、あー普通にぼーっと、この奥さんお菓子作り好きなんだなと思ったら、田中由紀のあのさっとした演出ね、えぐっと思いましたね。ああいうとこ怖っ。だから田中由紀監督っていうのは、人の生活の隅々まですごく細かく見て、この人はこういう人だからこういうものがあって、これはここにあるとか、この人はこういう人だからこういうものがなくてこうなっているっていうとかを自然に見せられるですね、ちょっとやばい監督かなと思います。本当こうわってなった。演出の妙っていうところで非常にいいんですけども、あまりにも目が良すぎて、何と言いますかですね、自分も見透かされてしまうのではないかっていう一種の恐怖心が目覚めますね。そしてですね、その、まあ、この2人の仲が、まあ、徐々に悪くなっていくのは、旦那さんが基本的にその仕事が忙しくてなかなか帰ってこないと、そりゃ仲も悪くなるわっていう話なんですけど、なんだろうな、でも起きて待っててもなんか嫌がるし、じゃあどないせいっちゅうね、先にとっても多分怒るやろお前ってなるんですけども、そこでですね、ちょっとずつボタンがかけ違っていて、2人にはある危機が迫る、危機がやってくるんですね。でそこからの展開が割と怒涛のように見えて、やっぱりそれも生活の一部だから一瞬では変わりません。季節が過ぎるごとに変わるっていう感じですね。そのあたりの描き方もすごくうまいかなと思うんだけど、まあこの映画に対して非常に突っ込みどころがあるのは、医療関係、私も医療関係の仕事をしてるんだけど、医療関係の仕事をしてる人はめちゃくちゃノイズが多いと思う。うん、そういう展開になっていくというだけお伝えしておきましょうか。めちゃくちゃ突っ込みどころがあって、いちいち確かめたくなるね。うん、この時にもですね、この永山健人君のお家がですね、助産院だったので、いろいろすごいなと思うことがあったんですけども、知らないのか、それとも棚田幸監督そこの辺どうでもいいのか分かんないんですけど、ちょっとめちゃくちゃだったと思いますね。ただそこをですね、補ってあまりあるくらい魅力的だし、その何だろうな、セックスっていうものを描くときに、その完全体として描かれた蒼井優をどうするかっていう話にどんどんなっていくんですけども、この2人のセックスシーンっていうのは ほぼほぼあります。ただですね、あまり生々しくなくて、でそれって綺麗な描写を見せたいんじゃないかとか、なんだろうな、甘いんじゃないかっていう見方をする人がいるかもしれないんですけども、ただですね、この夫婦の一面を描くのが一つのテーマであるっていうのと、もう一つラブドールっていうテーマを描くのと、2つあると思うんですけど、ラブドールと実際の奥さんというのは全く別物、ラブドールとのセックスと生身の人間とのセックスとは全く違うものなので、生身の人間のセックスを生々しく描いてしまうと、ラブドールの魅力っていうのが失せてしまうから、私はこのぐらいのバランスが非常にいいと思います。グッドですね。1個前 そのお父さんと伊藤さん、そんなにピンとこなかったんですけど、ロマンスが非常に好きな私はですね、このロマンスガールであるとか、そのロマンスドールであるとか、その四十九日のレシピもすごく好きですね。なんか棚田幸作品を、なんだろうな、追いかけて、うん、この流れで良かったなと思うし、これからもまあ楽しみになりますね。でもまあちょっとめちゃくちゃおすすめっていうわけじゃないですけど、私はこれを見てほっこりしました。ちなみに客層は女性だけってわけでもなくて、男性も女性も同じぐらいで割合入って、結構泣いてる方もいらっしゃいました。というわけで本日は棚田幸さん監督作品ロマンスドールをご案内いたしました。最後まで見ていただいてありがとうございます。バイバイ。